はい、まあ番狂わせというか大物食いがあったところで1回戦は終了で、真ん中の台とあちら初心者台はもう開けるので、開けるので普通に遊んでてもらって構いません。設定も戻してあります。でこっちは引き続きイベントやっていくので皆様盛り上がってまいりましょう。じゃあいくよ。F1 勢チームとウストラチーム、 F1 勢チームとウストラチーム、 F1 勢、 F1 勢どこだ、はいはい、ウストラさんのチームはあ、もう大丈夫かな。ワンピースピー決めた後は先方だけ僕に伝えてください。はい、そう真ん中と奥はもう普通にのじ合いやってて構わないので遊んじゃってくださいね。はい、はい、ワンピー側、あ、まだかな、まあ、ちょっと話し合ってる感じかな。のじ合いは、一番奥は初心者だから真ん中の台で、はい、あ、はい、了解です。あっちはもう座ってるので、あとは座ってもらう感じなので。試合する筐体はこっちね。試合する筐体はこっち。こっちこっち。はい、じゃあ座って始めてください。はい、どうぞ。さあ、的確なアドバイスをするプレイヤーもいれば、やりたいようにラフでやっていいよっていう人もいるので、まあ、それはそれでね、アドバイスすると思うんで、あ、余裕しなかった、まあ、しょうがない、まあまあまあ、別に構わないよ。さあ、ゆきこ対一へ、さあ、行っていただきましょう。はい、じゃあ実況に戻ります。さあこれまたブレイブルーゼ、加藤参戦、熊五郎対、こちらはごめんなさい、行き止まりさんのゆきこさんかな。さあ行き止まりさん対、さあ問題ない問題ないと言っている感じだが、さあメテオで荒らしに行く。さあこのさあやっぱ知恵もね、やっぱり展開早いで減るので、さあちょっと熊五郎くんがペースをつかめてない感じになっているが、うまく距離を取っていく。さあ攻めなくていい、攻めなくていいとヘクトさんからのアドバイスが通る。おっとちょっと当たらなかったけども、もう瀕死の状態になっている。あと一発だ。さあ上に飛んでって、さあ飛び道具であと一発を取りに行って、さあまず一本取ったのは行き止まりさんのユキコ。熊五郎くんはちょっと苦笑いしているが、さあどうなる。さあターンアラでバス打っていくスタイル。さあクーコンが入って結構痛い感じになっているが、さあうまく技を当てていく。さあ切り返していく。さあうまく飛び道具を打っていくが、さあ今のところペースをつかんでいるのは知恵だが、全然ゆっくりもまぐれる感じになっているが、さあまずバスト、さあゲージをフルに使っていく。さあこれは技が乗って、さあ、張飛を出していく。さあ、当たって。さあ、お互いとかないよ。さあ、メテオ。こういう時のメテオは超強い。さあ、ちょっと技狙ったかな。さあ、一本取り返していく。熊五郎の知恵。さあ、まず先手を取ったのは、さあ、熊五郎の知恵。
さあボガンと決めて、さあボカスカからのコンボ、さあフェンスを使った多角的な攻め、さあボカスカが当たる、さあバナでループして、さあこの試合はまあ距離を取るというか積極的に殴り合っていく感じになっているが、さあうまく距離を取って、さあまだお互いバーストは残っていない感じで、さあ寝てよ、さあ冷静にガードしていく、さあ中段を取って、さあまずバスト、さあまた寝てよ、さあ、ちえちゃんのメテオは超強かったといった感じで、さあ、残る駒が2人になっているので、さあ、出てきたのが伊右衛門さんのミツル、まあ、やっぱね、メテオはね、いい技だと思いますけど、さあ、なんとか取り返していきたい F1 勢チーム。さあこれは PSR 的にもほぼ近い感じの組み合わせだが、さあイエモンさんのミツルが何としても取っていきたいところ、さあプスプスと刺していく長いリージを使って、さあ先手を取ったグマゴロウだが、たまずバスを打っていく、さあうまく距離を取りながら戦っていく、安くなかった、安くなかった、超減ってる、さあワンコンボで一気に逆転していく、さあ中段通って、さあ奥の方からは煽りが入っているが、まあ冷静にいきましょうということで2ラウンド目、さあ当て身をうまく読んでいる、さあ投げは通らず、さあうまい感じでこの試合はイエモンさんがペースを掴んでいる、そう出してない暴発しちゃったよと言ってる、さあこの試合はきっちりミツルが取っていく感じになるでしょう、さあさあリセチーもこのとどめいけるよといった感じで回復入れてくれてますが、さあ1-1でバーストは熊五郎くんがある感じ、さあ投げきち抜けている、ペースをつかめずにいるが、さあうまく技を当てながら、さあ小技を刻んでいくスタイル、さあ逆切れに対して逆切れ、さあ悪くない感じの押し運びだが、さあたまらない感じ、さあこれはさあお互いゲージが厳しい状況だが、さあ中段通って、さあバストが残っているぞ、まだ我慢、切り返して、さあお互いに1回当たれば終わるだろう、さあポーンといったか、さあ差し込んでいく、さあ強気にいった、さあ強気に寄ってったが熊五郎が2人抜き、さあ先方大将戦で大将は知恵対知恵か、さあ大将逆三立てを見せてほしい、
さあ、すげえやりづらそうにしているが、ここは F1 勢の以上見せてほしい。さあ、向こうから煽りが入っておりますが、さあ、行っていただきましょう。知恵同キャラですね。さあ、味方2人は応援するしかないので、さあ、ひたすら応援するしかない。決勝に行きたいから応援するしかない。さあ、行っていただきましょう。知恵同キャラ。さあ、まず先手を取ったクマガロ、早めのバーストで一気に勝負をかけに行く。さあ、逆切れから、さあ、一気にダメで取っていく。さあ、ボーン、すげえ減ってるけど。さあ、メーテオで寄っていって、おっと、あっちの方がボタンを押すのが早かった。さあ、切り返していく。さあ、ここはきっちりリアにいっこり。さあ、ヘクトさん超いい顔してた今、よしみたいな感じの顔で、まず1本取ったのが F1 勢のチエ。さあ、 C からのコンボが入って、さあ、さらに端っこ3600。さあ、密度の濃い固めだ。さあ、置き攻めいくパーツで、さあ、これまた置き攻めいくパーツ。さあ、メーテオ、実はこれは見てから余裕だったっぽい。さあ、きっちり取り返していった。さあ、 F1 勢がまず抜き返していく。さあ、2人目は漢字が出てきますね。